お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日も2人なんですけども、はい、代表の方はですね、うん、忙しくてですね、はい、今日はセミナーの方に、そうですね、長岡に行きましたね、はい、はい、ということで、はい、2人でお届けさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はあ、昨日代表がだいぶゴルフで、はあ、だいぶね、興奮してましたね、うん、マスターズ、マスターズ、うん、見ましたか？すみません、僕は見ておりませんでした。見なかった。今日ね、朝ね、うん、代表にもね、うん、なんで見てねえんだって言われて、私はね、結構見てたよ。はいはい、結果、うん、リビングの床で寝るっていう感じになっちゃったけど、うん、そのままね、そのまま、はい、見たり寝たり、うん、見たり寝たりみたいな感じ、うんうんうん、で、まあ、私ゴルフしないので全然わからないけど、はいはいはい、でもこうパッて目が覚めた時に、うん、松山さんの、あ、はいはい、なんか、うん、お尻は判断できるようになった。松山さんのお尻と、うん、タイガーウッズのお尻、はい、そうなの？は、そうだから、こうパッと目が覚めた時に、はい、なんか選手が出てても、うん、あ、これはタイガーウッズじゃない、うん、松山さんでもないみたいな、うんうん、まあ、パンツの色が一緒だったりとかね、うんうんうん、するから、うんうん、あ、違うなっていうお尻で判断できたり。なるほどね、うん、まあ昔ですよ、うん、自分が子供の頃とかですよ、うん、ゴルフ中継って結構テレビであったんですよ、うんうん、で全く分からなくて、うん、本当につまらなかったんですよ、うんうんうん、全然意味が分からない、まあね、やってることはこう打ってる、うん、であん中に入れればいいんだろうくらいしか、うん、ね、分かんなくて、うん、でもこう、まあ、代表がゴルフするじゃないですか、うちは、うん、でこうそういうのに一緒に打ちっぱなし行ったりとか、うんうん、こう一緒にゴルフ場のコース、うん、一緒に連れてってもらったりとか何回かあったんですけど、うんうん、まあ、そこでちょっとずつこうゴルフのルールを知り、うん、ちょっとこうやっぱりこう打ちっぱなしって、うん、まあ、それこそ伊藤さんも一緒に行ってましたもんね。打ちっぱなし ね、うん、ね、何回か行ったね。打ちっぱなしだけだと、うん、なんていうんですかね、なんかこうちょっとつまらないというか、うん、飽きちゃうみたいな感じが正直僕はあったんですよね、うん、でもその初めてそのゴルフのコースに行った時、うん、まあ、天気も良くてみたいな、すごい楽しかったんですよね、うんうんうん、でそうなってからそういうゴルフ中継とか見ると、うん、こう、まあ、一応ルールが、基本的なルールはまあ分かるじゃないですか、うんうんうん、そうなってからはね、こう見ててもこう、まあ、楽しいっていうか面白い、うん、とは思ったんですけど、うん、すいません、昨日は見てませんでした。そうだよね、はい、私はほらコース行ったことないからあれだけど、はいはいはい、今テレビで、うん、例えば、うん、用語とか、うんうん、そういうのの説明がボタンで出てきたりとかするから、あ、まあ、そういうの見たりとかして、うん、ああなるほどねって思ったりとか、うん、あと旦那さんがちょっと教えてくれたりとか説明してくれたりとかするから、まあ、昔よりはね、全く、うん、まあ、そのゴルフトークが弾むか弾まないかっつったら、うん、弾まないけど、うん、まあ、そこまでの知識がないからね、うん、弾まないけど、うん、だけど、まあ、見てて、うん、なんか全然なんか面白くないとかそういうことはね、うん、なく見れた、うん、全然見れるよ。そう、だからこうわざわざ寝室まで行こうとせず、リビングで見てたんだね。リビングの床で、そして朝を迎えたんだね。朝を迎える。でゴルフ中継が終わったらすぐラビット始まったから。ラビットって何？朝のね、情報番組っていうか。そういうこと。そうだから本当に結構長い時間やってたと思うよ。いや、そうだと思いますよ多分、うん、結構ね。そうそう、だからまず、うん、途中途中でほら寝てるから、うんうん、あれだけど、うん、もう最初、うん、私松山さん、うん、30何位だったから、はい、あーって思ったけど、うん、ね、後半こうバーッと巻き返して、あ、そうなんですね、うん、いらっしゃったし、ほうほうほう、だからなんか分からんもんですね本当に。まあまあ、ちょっと目を離した隙にっていう感じだったから、うんうん、ちょっと今日はね、見るか見ないかって言われると、うん、
さすがにリビングの床でね、フローリングで寝るのはちょっと体が持たない。なるほどね。寝室にはテレビを置いてないってことなんですね。置かないですね。なるほどね、うん、そっかそっか。そう、絶対それはしない。なるほど、ね、あとはね、まあちょっと今日は本を読みたいから、はいはい、今日はね、申し訳ないけどゴルフは見ない。本を読むと。うん、本を読みたいので。なるほどね、はい、そっちを優先したいなと。なるほど、うん、まあ、僕は昨日見てない分今日ちょっとね、うん、見ようかなと思ってますけど。まあそうだよね。そうですね、意外になんかやっぱり気になっちゃってね、昨日はね、うん、いや多分見始めるとね、ついつい見ちゃってこう時間がみたいにもなっちゃうのかなと思いますけども、そう、まあ、明日は、ね、うん、土曜日ですし、はい、そうですね、はい、うちの店もまたね、うん、ありがたいことにご予約もたくさんいただいてますので、うん、はい、まあ、明日に備えつつ、はい、ちょっと視聴しようかなと思っております。はい、はい、ということですね、今日はすいません、2人でお送りさせていただく動画でしたけども、はい、また明日はみんなでお届けできるんじゃないかと思いますので、はいはいはい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。